はい、中年オタッキーです。今日はね、ちょっと動画の感覚をね、詰めてね、できるだけたくさん公開しようと思って作ってるんで、俺のカメラとかね、やったやっちまったのコーナーはちょっとお休みになります。まだ投稿が来てないんでね。で、今日のお題はね、EOS 5D Mark III でね、春を撮ってきたと。皆さんがね、その外出自粛でね、外に出れない分までね、僕が写真を撮ってちょっとでもね公開しようと思って、もともとはそのリバーサルフィルムとかね、そういうフィルムで撮った写真と公開するために撮ってたんですけども、まあたくさん撮れましたんで、その中から、ちょっと一部を、公開していこうと思います。はい、それでは動画スタートしてまいります。はい、今年の春なんですけども、前半はねすごく天気が曇りが多くて、まあ花曇りってやつですね。それで、結構苦戦したんですけども、後半になってね結構天候に恵まれて、そこそこの写真は撮ってこれました。で、今回ね使用した機材はもうこれ、もうほんとこの組み合わせだけです。キャノンの EOS 5D Mark III、でレンズが EF2470F4LISUSM、 これちょっと型落ちのやつになりますね。今新しいのが出ましたね。まあ型落ちですけど、一応 L レンズなんでいい描写はしてます。で、マクロ撮影は一切してないです。で、絞りはね基本的に大体8ですね。F8、 一部11とかもありますけど、まあ F8 で PL フィルターを使ってる写真もあるんですけども、PL フィルターを使ってる写真は、まあ、晴天下で、125分の1 F8 とかで撮ってます。それではね、早速ね、写真を紹介していきます。ちょっと解説を交えていきますね。はい、1枚目はね、これ物流倉庫のね、敷地内にある、敷地内というか敷地内じゃないですけど駐車場にある写真ですね。でこれは、徳島県の藍住町っていうところで役場の近くでね、カードに咲いてる桜を撮りました。ちょっとアンダーですね、この写真ね。で、その近くですけど、これはちょっとオーバーなんですよね。もうちょっと抑えなきゃいけなかったですね。これ PL フィルターなしです。その次が、これはね、板野町、徳島県板野町500羅漢っていうところの、桜なんですけど、これも絞り F8 なんですよ。寄って撮るとね、ちゃんと背景ボケます。これも絞り8です。これ500羅漢のね、5番札車なんですけど、門の前に咲いてる桜をね、撮ったものですね。これはね、その隣にあるお寺、500羅漢の隣にあるお寺のね、桜なんですけども、後ろにあるのはこれ、弘法大師像かな。これもね、絞り F8 ですよ。これはね、同じ境内にあるしだれ桜を撮ったものですけども、しだれ桜がね、なかなかね、ここの、桜、手入れが良かったんです。これも同じ桜ですけど、なかなか手入れが良くて、花びらの月がもう全然違いましたね。これいい桜でした。はい、これも同じ境内の、これは多分ソメイヨシノですね。絞りは F8 で撮ってます。250分の1の F8 ですね。これも同じ境内の、三田台の近くにある桜を撮ってます。ちょっとちょっとだけアンダーかな。これ、逆光になってるんでね。はい。これはね、北島町中央公園っていうところにね、咲いてるね、チューリップの写真になってくるんですけども、チューリップの写真ってね、僕ちょっと初挑戦だったんですけど、こんなもんでいいのかなっていう感じで、取り歩きました。結構ね、人がたくさんいたんで、その、人を入れないようにするのが、まあまあ大変でしたけど、で、いろんな種類のチューリップがあって、まあ、基本的にね、その露出は全部同じで、これ全部 PL フィルターをつけて撮ってます。やっぱね、PL フィルターをね、つけるとね、コントラストがぐっと上がりますね。色も締まって見えるような気がします。写真はね、全部、JPEG 撮って出しで、撮影モードはね、風景なんですけどね、風景なんですけど、これ瀬戸大橋じゃ、明石海峡橋か。明石海峡橋を、撮りましたね、桜。これはそのパーキング、淡路のパーキングのガソリンスタンドの前に咲いている桜を撮ったものです。これも PL フィルターありですね。
これは上り車線側から下り側の、観覧車を越しに、桜を落としたものになります。これも PL フィルダー125分の1 F8 ですね。でこれは藤川サービスエリア、去年もこのね構図で撮ったんですけども、東名高速藤川サービスエリア、ちょっとこれ構図を変えて、ね、レンズを伸ばしたものですけども2枚撮ってきました。こちらもねPL フィルダーありシャッタースピードは125分の F8 になります。こんな感じなんですけども、どうだったですかね。まあ以前もね言ったんですけど、あんまり桜の写真得意ではない得意じゃないんですけどね、あんま自慢できるような写真もないかもしれないんですけど、まあカメラの能力もあってね、PL フィルターとかもありまして、まあそこそこの写真を、撮ることができました。これ EOS1K だったらもっといい絵が出たのかな。で桜はねソニーのアルファもいい感じでしょうね。ちょっとニコンは、使ったことがないし、あまりねその色調が分かんないですけど、 D850 とかもねいい色出すみたいなんですけど、ちょっとはっきり、調べてないんで分からないんですけども、今回はねデジタルのみのお話になっていくんですけど、どうしてもねその、動画の本数作ろうと思ったらデジタルが噛んできますね。で同じシチュエーションでねベルビア50、ベルビア100、プロビア100、プロビア100、プロビア100はね、35ミリ版と120ミリ版で撮ってます。で、同じようなシチュエーションで大体撮ってるんで、そのうちね、その、現像が上がってきたらね、EOS 5D Mark III の、写真とね、比較していくことになると思うんですけども、ま、なんせね、大変でした。なんでかちょっとカメラ4台カメラ4台ね、基本カメラ4台ですよね。5台か。EOS 5D Mark III でしょ。で、EOS 1NHS。この2台だけでも相当多いですよね。で、ミノタフレックスのタイプ C の二眼レフでしょ。で、ヤシカエレクトロ 35GS でしょ。もう1台がニコンの F90X と。この5台でね、撮ってきて、まあ、全部をね、持ち歩いたわけじゃないですよ。全部持ち歩いたらもうえらいことになるんで、カメラガチャガチャとかなってくるんで、えらいことになると思うんですけどね。で、現像がね、今2本出してて、ね、2本はまだ取り上がってないのか。全部取り切ってないんで、その2本はちょっと遅れることになる。しばらく桜になっていくかもしれないですね、写真としてはね。ヤシカエレクトロ 35GS はチューリップも一部撮ってますけどね。どんな感じになるかね、デジタルと比較してね。まあ、ヤシカエレクトロ 35GS はそもそも、ちゃんと撮れてるかっていうのもありますし、ミノルタフレックスタイプ C もね、ちょっと怪しいんですよね。なんか巻き上げがなんか変だなと思いながら撮ってたんで、もしかしたらね、うまいこと撮れてないかもしれないんですけど、まあそれ上がってこないとわかんないんですけど、ちょっとね、春なんでね、バリバリに気合を入れてね、撮ってきたんで、まあ、今回、楽しめましたかね。まあ、皆さんが行けなかった分もね、ちょっと撮ってきましたんで、まあ、そういうことで。次は、皆さんのね、作品投稿作品の、コーナーになってまいります。はい、視聴者様の写真のね、投稿のコーナー。トップバッターはね、これ、ケイジローさんかな。ケイジローさん、三重県伊賀市に住んでいるということで、伊賀鉄道、を撮ったと。銀河鉄道39のね、松本零士さんがデザインした電車らしいですね。タイトルが忍者列車。カメラニコンニュー FM2、レンズニッコール PO と、105mmF2.5、シャッター速度が125分の1、絞り F8 ということで、ロモグラフィーのカラーネガティブ100を、使っているということです。この写真なんですけども、色的にカーロモだなっていうね、色ですね。ただ電車ね、これ
これ忍者の顔を松本零士さんがデザインした感じで、もうちょっと大きく撮りたかったかな。まあ難しいところもあるでしょうけど、動きもんですからね、動きもん FM2 で撮る、ということで 105mm ですからピントもシビアになりますし、難しいとは思いますが、もう少し大きく撮りたかった。まあトリミングしてもいいですね、これ別に、結構ね、高画質になってるのでトリミングしても大丈夫かもしれないですね。はい、ケイジロさんありがとうございます。次がね、野良旅人さんから2枚、1枚目が春の夕暮れ、2枚目がね夕暮れの春、タイトル適当ですいませんということで、カメラはミノルタ XD、MD70-210、ベルビア50の期限切れ1年ということで、これ2枚目の方はね、ちょっとアンダー露出でもうちょっとプラスで撮りたかったところですけど、1枚目素晴らしいですね。これうわ、これベルビアでね撮って、これ期限切れ1年のベルビアでこの70-210で撮ったっていうことは、結構大変だったでしょ、これ手ぶれね。もう結構ね、スローシャッターになったんじゃないかな。F4 ぐらいのレンズですよね、多分これね。これいい写真ですね。光はないんですけどね、その後ろにね、夕暮れのね、色が、乗っかって、で、これマゼンダがかってるんですかね。僕あんまり色は見えないんで、わかんないですけど、マゼンダがかっているような感じになるんかな。いい色で撮られておりますね。はい、野良旅人さん、ありがとうございます。はい、次が、369モノクロマンさんの作品。タイトルがね、バキバキアンギュロンってことでね、カメラライカ M3、レンズスーパーアンギュロン 21mm、フィルムがローライインフラレッド400、IR フィルター715、現像液が HC110、1+31、20度6分ということで、これね、モノクロファンの人だったらもうみんな知ってると思うんですけども、赤外線フィルムってやつですね。インフラレッド400ということで、赤外線フィルムはね、もう全体的にね、もうバッキバキにね、ハイコントラストで出るんですけども、これもね、実際はもっとハイコントラストらしいんですけども、スキャナがいまいちということでこのぐらいにはなってしまったということなんですけどね。絞りがね F16 ぐらいにして6段下げて ISO6 でスローシャッターで撮りましたと。スキャナがしょぼいのが残念ってこと、もっとバキバキに仕上がってますってことですね。僕もね、赤外フィルム使ってみたいんですけどね、まだチャレンジに至ってないですね。使ったことない人はね、ちょっと調べて使ってみるのも面白いと思います。ものすごいハイコントラストで撮れるみたいですよ。はい、369モノクローマンさん、ありがとうございます。はい、次がね、落合さんの作品。落合さん、日本に帰って来られてるのかな。タイトル、咲き乱れる。オリンパス EM53、M 随行デジタル、12-200、F3.5-6.3。ISO200、25mm、F8、1/200で撮られたということです。これね、もう、ちょっと葉桜バジリの桜を、撮られているんですけど、結構葉桜が好きっていう人も結構いらっしゃると思うんですよね。ただ、写真としてはね、僕はもっと寄ってね、一つの花をクローズアップして、被写体を確定する撮り方の方が好きですね。まあ、こういう写真が好きな方ももちろん、いらっしゃるんですけどもね。はい、解像度としてはね、もう見事な解像度で、オリンパスのレンズの優秀さを感じるところです。はい、落合さん、ありがとうございます。今日の、作品はここまでかな。ちょっと、3名ほど待機になってるのかな。はい、で、俺のカメラと、やったやっちまったのコーナーはお休みになってるんですけども、またね、お家で撮れる写真になってくると思うんで、俺のカメラ別にね、一度紹介したカメラでもいいんですよ。角度を変えて、構図を変えて、作品にして送ってください。かっこいい写真なら、どんどん送ってくださいね。できるだけかっこよく撮って、作品に仕上げると。どんな写真でもそうですけど、撮る前にやっぱ考えなきゃいけないんですね。シャッターを押す前に、この構図でいいかとか、このアングルでいいかっていうのを考えながら撮るという意味では、カメラなどの、ね、固定物をね、物撮りするっていうのはすごく勉強になります。絵描きさんがね、最初壺の絵とか、その花の絵とか描くじゃないですか。固定物をね。それと同じだと思うんですね。
いかに、作品にするか、どこの光を利用するかとか、どのアングルで撮るかとか、そういうのを考えてね、お家の中でぜひぜひ物撮りをやってください。はい、今日の動画はこんな感じです。で次の動画ですけど、まだ確定していません。なんか取り上がったんだよな。何だったかな。何かが取り上がったんだけど忘れちゃった。もう、いろいろ撮ってるんで頭の中ぐちゃぐちゃになってるんでね、忘れてしまいました。で、前回のね、壊れた α7000 のレンズはこいつに告げました。これ覚えてる人いるかな。これね、α7XI ですね。このカメラ、8ヶ月ぐらい前に作ったカメラ、ジャンクカメラまとめて買って大丈夫っていうやつの中に入ってたやつです。で、もうグリップがね、ひび割れて、こいつもグリップがひび割れて、だいぶ来てるんですけども、あとね、フラッシュがね、こいつオートで持ち上がるんですけども、途中までしか持ち上がらなくて元気がない。ちょっと老人の下半身みたいな、なってるんですけど。それ以外はね、ちゃんと撮れるみたいなんで、こいつに取り付けてみました。やはりね、ほら、もうここまでしか上がんないんですよ。よいしょ。普通はね、一番上まで上がるんですけど、ちょっと元気ないんですよ。でもね、やっぱレンズは正常でしたね。レンズだけでも残ってよかったです。このカメラの組み合わせでね、とりあえずは撮っていこうと、試写していこうと思います。はい。それではね、作品投稿、俺のカメラ、やったやっちまったのコーナー、募集しておりますんで、投稿していただけたらと思います。はい。ほんで、皆さんね、コロナウイルスでね、外出が自粛になってるとか、非常事態宣言とかなってますけど、ぜひね、感染しないようにということで、なんかね、日本人はどうもね、コロナウイルスに強いような気がしてきました。これ楽観論かもしれないんですけどね、広がる速度は圧倒的に遅いですよね。アメリカなんかびっくりするぐらい速い速度で広がったんですけど、なんかね、医学的にね、ちょっと関係がある話をちらっと聞きましたけど、もうここでは話さないですけど、はい。それでは今日の動画はここまで、最後までご視聴いただきありがとうございました。まだね、チャンネル登録されてない方ね、ここにチャンネル登録ボタン出てきますんでね、チャンネル登録ぜひぜひお願いします。またいいねボタンもたくさん押していただけたら嬉しく思います。で、あんまり来たことがない、初めて来たとかね、そういう人はね、ぜひぜひね、私の再生リストから入ると、結構昔のね、動画とかにもね、アクセスしやすくなりますんでね、興味がある方はぜひ私のね、再生リストの方も、ご覧いただけたらと思います。はい、それでは今日はここまで。次の動画をね、またお待ちください。最後までご覧いただきありがとうございました。ごきげんよう、さよなら。